さあ今回はですね、シェイプズ2という新作の自動化工場シム遊んでいこうと思うんですけど、このゲームね、前作かなり評価が高くて、この2ではね、主にこのグラフィック面が大幅に変わってて、まあ平面じゃなくてこうね、ちょっと見ればわかるんですけど、こう車通ってるところの上通したりみたいな 3D の要素があったりとか、結構複雑なね、自動化ができるゲームでして、で、早期アクセスが始まったばっかりなんですけど、すでにね、圧倒的に好評な評価を得てまして、もうとにかくね、遊びやすいみたいです。まあ行きましょう。以前体験版やってますけどね、もうこれ消しましょうか。できないですし、新しいゲームで、まあ上から順だね、ロックされてますし、オペレーター認定証行きましょうか。あ、これやれば一気にできるのかな。他のすべてのシナリオに必要ですと。まあ、チュートリアルですよね。で、難易度によってはリラックスだと、プラットフォームの制限がない。あ、目標への時間への倍率も低いと。なるほどね。で、コピペがただっていうのはノーマルとリラックス共通で、チャレンジだとなくなるみたいですね。さあ、認定ようこそ。もう登録化しましたよね。まあ、どちらにせよ、ウズはオペレーター認定証発行する前にあなたの工場オペレータースキルを評価を要求していますよと。このウズが、まあ、この自動化したものをなんか放り込む場所ですよね。で、とはいっても要求された図形をできるだけ効率よく納品するだけです。本当にそれだけですよと。出来栄えに応じて新しいアップグレードやテクノロジーを授与するかもしれません。お、ちゃんと許諾をね、してね。よくあるよね。ウェブサイトとかで。私はいかなる設備も破損しませんと。法的責任を負うみたいな。あ、さあ、まず抽出器4つ置きましょう。これね。まあ、抽出器はもうそのまま抽出するものですね。で、この形ね、これを切ったりすることで納品していくと。だこうバーっと置いて。で、コンベアで運ぶわけです。ベルトコンベアを使って右の頭脳に運びましょうと。で、まずね、こうドラッグして C を押してアンカーを。ここで、ここまで行くとね、こう行かないので、ここで、まあ、ここでもいいのかな？これも一回アンカーって感じで、こう一回の操作でね、いちいち切ることなく、それ持ってっちゃっていいのかな？はい。いや、この辺のね、説明の良さもいいですよね。わかりやすいというか。で、ナレッジパネル右上ですね。G でもいけるよと。まあ、これいろいろやり方です。まあ、今後も出てくるかな。忘れたりしたらね、こっから見ようと。で、目標は常に下に表示されています。要求された円を納品しますよと。目標をね。これ図形処理。これカテゴリー的なことですよね。まあ、今まだ他がないですけど。で、これがマイルストーン。これ丸ですね。これが今、いわゆるこの、マイルストーンのための円ですね。これ10回やると次はって感じで進んでいく。で、これかなって形を持ったけど、これは関係ないか。あれです、運ばれていますからね、ほら。ここに放り込んでます。まあ今はただね、抽出したものをただ送ってるだけですと。次はカットしたり、また新しい抽出をしようということで。で、あ、こう出てますね。切断をしましょうよということで、でカメラの回転とかちょっとここもやりましょうか。こうマウスの ミドルボタンを押しながらこうやって回転します。まあ例えばこれを残しながらやりたいってなったら全部切るわけにはいかないですけど、まあ今は切っていいのかな。ベルト1本につき複数の設備が必要で、数量は右上に表示されます。フルベルトあたりの設備数、まあつまりこれ1個だと詰まるよってことですよね。で、1分あたり図形は、M が1分ですよね。20個できますよと。で、こう置くことによって、つなぐわけですよ。で、分配と合流。こだわってやってんの？これでできんの？あ、めっちゃ楽じゃない？ちょっと。なんか分配置いて、みたいな。一旦こう置いて、分配置いて、みたいな。そういうのないんだね。前の体験版とも違う気がするんだけど、もう記憶にないだけかな。前よりなんか圧倒的にやりすぎ気するんですけど。で、さっきの、その、必要数でしたね。例
えば3に対して2だとここが詰まるのでってことですよね。これ現在のここに対するなんだよね、全体じゃなくてこのフルベルトっていうか、だこれが加工用なら全部やって、ちょっと残したいなら多分2個にして1本は通すみたいな。そしたらバランス崩れんのかな。それもやってくれるんですかね。まあそれかまあ別に作ればいいんで、そこはプレイヤー次第というか。でこれか、こっから持っていくの。この辺なかったっけ。あ、違うんだね。あれ丸でしたね。じゃあ次のところからまたチョイスしましょう。何個ですか。4個でいいですか。じゃあこれまた同様にこうビーッと置いて、アンカーを置いて、アンカーを置いて、ドンと。いや、なんか爽快だね。で次、切断処理器の間に回転器。あ、まあ、今こう切って、まあ、半円というか、円を半分に切った、右側だけ残ってる状況のものを送ってますよね。で今出てるのは、なんか右上だけ残ってるみたいな感じになってまして、まず切りましたと。で、それをくるっと回転させて、まず回転させてみるか、とりあえず。形違う気するんですけどね。ここに置けばいいのね。で、くるっと回転。ああ、ちょっと運ぶと困ります。それ切断しますよと。で、渦はあらゆる図形の回転を受け入れます。ああ。どんな形でもいいってことかな。まあ、ちょっといきますね。いや、でもチュートリアルやった感じいいね。で、これだと形合わないですよね。右上と。ただまあ、形は同じなのか。形というかまあ、なんて言うんだろう。完全に対称ではないって感じですけど。この1個だけあるやつっていうのは合ってますね。置き方の問題で。で、ちゃんと入ってますから。だからこれ例えば回転させて、これのようにしなくてもいいよってことで、これ回転する必要はなかったと思うんですけど、という形でもいいよってことですね。OK。あれ、次こっちか。ここのカットですね。これに関しても、切断を置いて、これやると3個って出るわけですよね。合ってんのかな、本当に。気になりますね。アイテムが完全に飽和、まあ、アイテムが完全に飽和してベルトだもんね。これ完全に飽和した状態でしょ。スピードが、変わってなければ別ですけど。このスピードで飽和っていうのは多分、まあ、詰まってるというか、これ以上ないような状況。で、3なんで、じゃあそうじゃない状況がないと分かんないですよね。だこっち例えば分割して2本にしたら飽和しないと思うんで。まあ、とりあえず、ご宅配として運びますか。よし。あ、これどうやってやるんだろう。ここでいけんのかな。あ、そう、起点が違うのか。まあでもちょっと、めんどいね。でも、楽だね。なんか変な、こう、向きがちょっと違くて、みたいな、ないっすね。ゲーム速度もまだ出てないかな。まあ、早めるもんでもないか。効率よくやっていくわけですから。これで、しっかりと、左、前、右って巻いてる方に送られて、でそれが出ていって、ちょうどいい感じなんですよね。ここでちゃんとこう、詰まってるんで。結果的にここに詰まれば、ちゃんと量がいってると。基本この飽和に対して3個っていうのがベースであるわけですね。これも詰まってる場合、ここの待機ゾーンに詰まるはずなので、それは、まあ今一瞬ありましたけど、基本的にはないのかなと。まあこの隙間に入っていくので、うん。大体いい感じだと思いますね。だここに空きがないよね。で、まあ、これはシンプルな感じですけど、まあ、上通したりとかも増えるので、この形が、まだあるかな？ちょっと見に行く。丸か。こっちは四角だね。でもう形的に、あ、もう次ですね。次は何ですか？インターフェース、マイルストーンインターフェース、ここですよね。で、ロック解除しましょうと。まあ、丸から始まって切って、四角から始まって切って、丸さらに切ってと。さあ次。上から落とすやつだね。2階フロア。この四角の土台に対して丸い赤のやつを置いてみたいな爆弾のスイッチですよ。これを作りましょうと。おー、新しい発表では切断分離器。
ああ、今の切断機って捨ててるんですよね、片側を。分離させると。で、スワップ機。スワップは合体なのかな？赤と、ああ、なんか、半々にしてますね。まあ、合体っちゃ合体なのかな。で、半時計回り90度回転機。むずいむずい。さあ、こちら今回やることですね。積み重ねること。2つのフロアから図形受け取り、これね、下のフロアの図形が下の図形の上に落ちると、切断されたパーツが硬い面に当たるまで落下しますよと。あ、だこの、半々の場合だと、それ合体になって、フルの場合だと乗って合体されるというか。わあ、これもなんかすごいな。これだと下が空いてるから、この右下の方は下に収まって、左上の方はこの上の方になるって感じね。あ、なんかすごいなこれ。何層なんこのレイヤー。4つまでか。すごいな、ピラミッドじゃん。もうこれもまあ教えていただいてやりましょう。円と正方形を組み合わせてみましょうと。この、あ、これさらに切るやつか。切っとくか、じゃあ先に。こうやった方が楽でしたね。形はちょっと、あれですけど。これでいいんだよね。切断、あれ？あ、そうか、これ縦に切断するから回転したんだね。あ、さっきのちゃんと意味がありました。そういうことか。真ん中で切ってんのか、そうか、そうか。特に疑問も持たずにやってましたね。で、丸と四角なんで持ってこないといけないかな。まあ今これ入れてる意味はあんまないと思うんですけど、まあこっちに関しては意味あるので、反対側から。これ3個でいけたりしないかな。どうなんだろう。なんか、4は多い気もするんですけど、どうでしょうね。一旦もうここまでにしますね。合体しないといけないので、まあそこそこここまでいらなかったかもね。こっち側何なんだろう。明らかなんもないですけど。で、下が四角なので、これは下側に入るものですね。こうでいいんじゃない？どっちに持っていこうか全然考えずに今置いたけど、一旦ここまでとする。まだこっちからこうやってビーって持って、ここら辺で合体させるか。ちょっともうちょい考えた方がいいですけど、これの数自体は6台って書いてあるので、スピードが遅いので常に複数台設置ね。積層機ってでもこうまず上に持っていくわけで、こうやってこう合体させる場所ですよね。下から入ると6か。だいぶでした。あと。受け入れあるか。いや、どこで受け入れるんだろうと思ったけど。じゃあ、ここを起点に6台ってことですか？まあ、もう一個前でも全然収まりはしますけどね。で、このコンベアドラッグ中にいい時を押すことで、上。でもこれ上に行ってるだけだよね。そっから上には行かないよね。行くのかな？ちょっとやってみるか。なんか、ここはもう記憶ないですね。いいで上。あ、でもこれやったら上に、あ、そう、上に行って、で、つなげればいいから。これ行けんの？これ行ける？すごい、すごいですけど。で、この何もしてない画面でも、これがまず0層目ですね。1層目と。ここでさっきのマウスのが効いてきます。これでできるはずだと思われるんですけど。で、3にしましたけど、ちょっとやっぱ空いてますよね。やっぱ4か。3だから3かなって思ったけど。まあ最初の通りでしたね、それこそ。まあ、こっちは詰まってるけどな。いいんですかね。あ、ちょっと空いてるかな。これで今、スタンバイしてます。丸まってます、今。じゃ準備しちゃいますか。こうめっちゃ開くな。こっちちょっとずらした方がいいかもね。この間なんて何も作れないと思うんですけど。
今後の置き方次第によってはちょっと考えないといけないね。これが遅いのか、何が遅いんだろう。落とすのが遅いのかな。来ました、ポンと乗せて、まあ乗せてはめ込み作業にガイガシンガシンとするから長いのか。でもう待機は始まってるんで、あとはその合体待ちだね。タスクね、少しずつ切ろう。これね、どういう状態？ハーフ&ハーフピラミッド。これなんかこのちっこいの何？どういう状態これは。図形コードは分かんないですけど、なんかちょっとくり抜いた感じなのかな。うわあ、もうちょっと やりたくないわ。まあ空いてるからちょっと、あ、でこっちね、こっち、ちょマイルストーンの方がありますから、こっち任せ。これどうなってる、これはそのサイズは何なんだ一体。あるのかな、新しい資産が。半分だもんね、半分ではないよね。この落とす過程で縮むのかな、これがね、わかんないですね。同じ形なのはわかるんですけど、サイズがなんで違うんだろうっていう。でもサイドタスクこなせって言われてるんで、ちょっとこなしたいけど、まあじゃあ試しにやってみますか。形は別にいいんだもんね。ここにあるもの、もう一個用意しますか、それこそ。では、上通せば通るは通るから、別に問題ないはずで。さあ、ちょっとやってみてます。一応、同じ場所であるので、まだ来てないか。これは、いや、でもちょっとずらしてくれてる。あ、それはそのままで OK なのね。そのままというか。まあ、同じ形のものを落とすだけでいいんだね。そうか。うん。これ忘れがち。最後の一発。で、これ切るのね。これ切るの大変よ、なかなか。ここでいける？うわ、いい、もうなんか工場ができてます。これをより早くやっていくわけですよね。おー、ちょっとどうなって、同じ大きさであるんですけど、降ってきてそれをですね、この縮ませるわけですね。これそうか、縮ませるのはこいつがやるばっかりなんだね。で、ちょっとやりましょうか。まあ、分かったんでね。ハーフ&ハーフ、まず何なんこれ。同じ、あ、切らずにそのまま、これ同じことなんじゃないですかね、じゃあね。名前が違うからちょっと食らってますけど、同じことでした。そもそもこれ合ってる、そういうの。あ、でも6合ってんのか。フルベルトあたり6はいいのね。じゃあ、増やすしかないかな。ここで完成させてもいいんじゃないの。できると思うんですけど。別にあれか、向きはいいか。遠回りした、誘えようかなと思ったけど、ここで、あ、ごめんね、ちょっと出さないと。ここに出しておきますね。この2つでいいかなと思いまして、あ、まる丸そのままいっちゃってもいいかもね。2つやればいいんですもんね。途中これ切ったりするはずなんで、その落とし半分とかするだけなんで、まず6個置けるかどうかですよ。置けますねと。で、こちら側からドーン。で、こちら側。で、上げまして、こうと。こうね。で、そのまますぐか。まあもう何も置けないですから、ここに関しては。ただ丸を落とせば、来ましたね。それをギュッとしてやってくる。で、それを後々切ったりとか、
切るのまでスペース的にできますね、ここでね。先で切ることもできますけど。あと四角か。これじゃあきついよな。で、まあ全部いってますか。まあ時間ですね。ちょっと他も見とこうかな。それこそ。あ、アップグレード見ましょうか。この色は何なんだろうね。あ、まあこれ、強化ですね。ベルトコンベアの一歩あたりに運べる量だよね。増えた場合、それこそフルベルト化すると思うんで。あ、でも、持ってくのが早いだけになるかな。出すのが早くなければ、ベルトコンベア早くても、スカスカになっちゃうわけですよね。まあ、それこそフルベルトが変わるというか。あと他、ピラミッドは、四角3回ってことですよね。多分。切って重ねるのが一番大変かなと思いますけど、消えた4分割パーツって、これ1回切って、まあ、1回切ったやつと2回切ったやつを、組み合わせると、この形になるわけですよね。ちょっと大変なことしてんね。その切り方が変わればなんとかならんかなって思うけど、積層器直角、上の図形を下の図形に積み重ね、サイドに出力。あ、ラベルね。3回。あー、そうか、このピラミッドのやつに関しては3階なのかってことですよね。多分3階と2階から落とすみたいな。でもこれフロア、あ、1個いきましたね。でこれに関してはですね、切るだけですよね。ちょ、これ先にやっておきますね。まだ下のやつ全然いかないですし。で切るのに関してなんですけども、これでですね、1本でもね、1本でならんのかな。そこは倉庫になりますね。か、例えば切ったりすれば、これは1本でいいよと。あ、こっちがないですね。うん、ここで求めてるものは送れます。お、変わりました、変わりましたね。今まで何を作ってきたかもあんま覚えてないですけど、これをさらに切るのか。じゃあ無理だな。ここでは無理ですね。じゃあね、だこれを例えばですよ、コピペみたいなこともできるわけですけど、今はできないですね。あっちに持っていくしかなくなったんじゃないの。あ、それもいらない。いらないみたいですね。これで1回回転しないといけないね。これフルベルトなの、そもそも。あ、これ半、ん？回転、これで合ってるか。2個でいいんですね。で、切断。これでいいんだよね。スペースはちょっと計画的に。さあ、できるはずですね。上からはまったとき、下に空いてればそこに行って固定されると。形も合わせましたね。まあ、でこの形になればいいんだもんね。回転数多かったかもしれない。それこそ反対側でもよかったね、この逆バージョン。じゃあ、コースは少なかったかな、固定数。よし、いってますね。720個。で、ああ、終わってます。6回以上。ハーフ&ハーフもちょっと切っとくか。
母の服着てね着る場所ねえな。ちょっとこうか。オッケーオッケー。で、さらにこれ丸を切るわけですね。2回転3切り。で、マイルス、ん？これあれか、ピン止めタスクの方だね。で、逆回転機できましたけど、もういらんかな。早くしたでも感じ変わりますよね、それこそ。なんか使いたいもんがあるときにやりたいな。今このままできてるんで、進めていっていいんじゃないか？まあ、ゆっくりですけど。これはですね、あ、そもそも1個いってなかった。でも回転か切るのかどっちか早い方がいいな。回転なら上、切るなら下か。あれ、両方できますね。やったれ。これでフルベルトの条件がちょっと厳しくなりそうですけど。まあ、早くはなりましたね。まあ今それこそ4がちょうどいいんじゃないかな。まあこう2とかはね、だいぶ辛いと思いますけど。抽出はでも変わらないんですよね。あれ1分あたり、あれも 22.5 でベルトが1分あたり 90? なのでベルトはこれ1本でいけますけど、これ4で1。だからちょうどいいわけですね。基本この形になるよと。それを前提にいろいろなってまして、で、言ってましてと。で、まだね、こう使ってないですから、ちゃんと。いつでも拡大できます。まあ、それ以外使い切ってますけど。ここだけ以上空いてるんだよね。頑張ればここのやつをなんかいい感じにくっつけて。まあ、これはできるんじゃない？これは。なんか他ないかな。タスクでさ、下の方のやつない？あ、くっつく系かな。あ、これ、これとか。すごい大変そうだな。まずここの貼って、あ、でも、次。まあでもこれを、くるってして2回、くるくるして合体させればいいんでしょうね。ニークルは必要だね。で、四角の方が、切った1段の丸と合体か。で、次が切った丸2段と合体ね。あ、でもいろいろ変えてきちゃったから、それを戻したりすれば、なんとか。まあ、今は全部いってますね。それこそ、まあ、今はゲーム速度といいますか、そこが欲しいですね。今は経過待ちですね。全部進んでるがゆえに、なんか無理やりやろうとすると新しいタスクか。マイルスの先読みある、これ。あ、でも四角と丸が半々、反対側についてる感じ。これ全部切らないといけないよね。あ、だこの四角のこれを使いながらってことか。丸のやつ、あ、ここでやるか。じゃあ四角のやつはここなんだよな。あ、いけるわいけるわ。でも行こうと思えば、もう使ってないので大改造しますか。ただ3個なので合わせづらいっすね。どんくらいあといるかだよね。とりあえず、マイルストーンのとこ行こうと思うんで、まあ、ちょっとここ、まず終わらせて。コピペね。コピペしていいものは今ないんじゃないかな。ロック解除、ブループリント。まあ、いわゆるコピー&ペースですね。新しいタスクは、あれ、まあさっきから消したりに使ってますけど、このままこうピュッピュンとできると、保存もできますよと。こう重要ですね。で、あ、まずこっちか。なんかわかんない。さまってってますけど。これを四角に乗せて、さらに、うわ、それ最後宇宙プラットフォーム飛んでいくわけだ。いや、見たいよね、でもここまで。やるしかないか。
まあ、やり方はわかるんですけど、やれってことですか。コピペしたいものがないんですよ今、残念ながら。どっちの方が多いんだろう。こっちの方が多いか。多い方を運ぶかな。運びます。時計機に関してもどっちでも同じか、同じことですね。組み立て場所よねこれ問題。あそこに持ってっか、無理やり。ここで組み立てをもう一段階やろうと思いまして、ここはでもできなくないか。あれ、まあできるか。できます。こうするだけなんでね。で、形合ってますか。あとここに対する量を増やしていくだけですね。いけいけいけ、出せ出せ出せ。そこ出ないか。その周りのやつもいるもんね。合体してもいいか別に。ここでいいか。下の方絶対いらないけど、あの道切り方でできてましたね。上重要だもんね。これがそうでしょ。そうね。よし、コピペね。コピペね。ちょっと待ってね。まあなんか試験的にやりましょうか。したいものがないんですけどね。こんなの効率悪すぎるしね。これは基本的なもの。ここの基本的な量が来た時に動くものをコピペするべきなんですよね。一連のプロセスを。こうして、まあ、こうコピー、ペーストみたいな。ね。デリートです。さあ、これで次ですね。準備をしながら。こちら完成したものを下に置きながら、四角にやると。よし、四角が必要だ。ありましたね。C ね、C。で、下が足りてないですかね。下なのかな、本当に。いや、はめるのが遅いですね。数です、数。あと20個です。まあ、これは終わりますね。これっていいの？いらない。あ、もうちょいか。これってかもらったら早くないって思ったんですけど。これまた違う形だもんね。あと、これもいらんよ。いらない、いらない。こういったものをちゃんと利用していかないといけないと思うんですけど。このマラもいらないから、この強化に使ってもいいわけですけど、もうこれもじきにいらなくなります。ちょっとですね。まず運びましょう。たださえこっちが貧弱なので、こうかな。多分出口の問題だね。そうね。いらないものがあったと。で、これ上げないといけないのも上げますね。上げて、インと。で、最後のやつがちょっと形的に、あ、プレビュー、まあずっと見てますね。この状態ですよと、お間違いないですかってことですね。お間違いないです。で、こう完成した後は見えないですからね。こう作るときに見れるわけでして。6ポイント。
積み重ね。あ、これが遅いからいっぱいいってるわけなんで、確かに早くした方がいい気はするんですけど、まあ、これゲームやってないですから、これでいいかな。ゴミ箱か。切断分できあった方がでも楽ですよね。切断ステッキじゃなくて分離なので、この丸とかを作りやすかったわけですね。切断分離、切断分離ってやれば、バラバラのこう右左下のやつパーツが集まって、それを重ねれば、同じ量でできたわけか。これはもっとシンプルにできたわけですね。わ、今、そうか、でも、タスクの問題もありますね。で、問題ピラミッドなんですけど、これって、あ、これ50個。合体したこれをさらに上からやればいいんですよね。一応、あとはですね、これが終わった後、持ってきたの丸ね。丸と丸が同じとこにならないようにすれば形はいいわけなので、丸と四角のやつが同じとこに入るようにする。四角は右上と左下なので、なってますね。これを持っていくだけですね。じゃあ、あとはちょっと待ちますか。これが入るのを待つだけです。ちょっとこっちは、まずいいかなと。さあ、このね、最初に作って、それをね、ただ調整しただけのこの狭すぎる拠点ではもうどうしようもなかったので、ここね、ベッド新しく用意しまして、ここから運んで、組み立てて、全面行き届いてはないかな。それでもすぐ入ってっちゃいますね。まあ、それでもできまして、ちょっと途中ねめっちゃ遅かったんですけど、ここの改善で行けました。こんな感じになってます。で、これポーっと投げてますね。これで宇宙プラットフォーム、これがこの先あんのかな。6階上宇宙プラットフォーム、なんかありましたよね、この上側ね。ここからどうなんの。準備は整ったと見ていいでしょう。宇宙プラットフォームと土台を作って宇宙規模に拡張できる。あ、もっといろんな形のもの、色のものをやるみたいなことかな。いや、これもすごすぎる自動化が。プラット、あ、なんかプラットフォーム制限難易度にあったよね。そっか、それがそうなのか。サイドタスクこなすことで上限も増やせるよと。宇宙ベルト。じゃ上からちょっと見ていくか、ちゃんとね。設備の土台として機能する採掘機などが、まあ、特殊なレイアウトなどもあるよと。で、プラットフォームモード、スペース、ズームアウトするかスペースキーを押して、設備モードでプラットフォームモードを切り替えると。宇宙ベルトは通常のベルトと同じように設置できますが、プラットフォームスケールです。1フロアあたり最大4体。全体で12体のベルト。宇宙ベルトはベルトコンベアと同じ処理能力を持ちますが、はるかに速いと。まあもう大物流なわけだね。ベルト、宇宙ベルトの方向にドラッグして、あ、そういうことか。4個っていうのは最大4体っていうのは、この通常ベルトコンベア4本分ってことですね。あれ今どこ見た、ここだっけ。ここにぶち込んだり出したりするわけだ。宇宙ベルトトンネルを使って、鉄道の下に、あ、下行けんのね。今上だけですけど、最初の場所だとね。まあ宇宙なので、下も上もないですから、もう、どこまででも行けますからね。上はないのかな、ただ。そこは書いてないですけど。採掘プラットフォームは惑星の上にのみ、あ、採掘ね。できます。これ新しい、形というか、大容量のこの丸を持っていくわけだね。なんか右下にいろんな形あるけど、これはプラットフォームの大きさかな。十字型とかあるね。採掘拡張装置、処理能力向上させるために採掘拡張装置を最大3台まで。採掘の拡張3台までか。あ、今4個目は置けなかったってわけね。
だここで取ってて、こう出してやってるけど、さらに増やして。あ、で形も変わってますね。惑星で違うのかな？で土台と。で、あ、ここで最後のマイルストーン完了で認定証授与されますよと。工場ノーマル。工場ハード。見たことない、見たことない。あ、認定証も取れたんですね。選択してみましょうか。ノーマルに転送します。あ、そういうことね。これはじゃあもう通常モードいけるってことじゃない？あ、新モード。まあ、1からになるのかな？それこそ。あ、続きではあるのか。で、ここにありますよね。最初ちょっと何に使うんだろうなって思ってましたけど。これ引くと、こういうところ？これなんもないよね。あ、あったあったあった。赤のやつもある。あ、で、マイソン変わってます。いや、これいらなくないじゃん。新しくやろうよ、じゃあ、じゃあ、じゃあと。迷子になったら、ホームアイコン。H ね。ホーム。ホームの H。これいけますけど。赤色なんてないですもんね。マイルストーン上は進んでるから、あ、まあ、続きではあるのか。まあでも、とりあえずここにしましょうか。ちょっとチュートリアル感覚で、あんまりね、こう順番にやって効率化はあんまできなかったですけど、最後効率化というかシンプルに数を増やして全部使いました。ほぼ全部使っちゃいましたね。